佐藤澄香です。新型コロナウイルスの影響で万が一外出ができなくなった場合に役立つ保存食についてお伝えします。最近ですね、私の整体サロンにお越しのクライアントの方ともよくお話をします。保存食について、その方とお話しする中で、保存食といえば、缶詰ですとかレトルト食品などがあると思うんですけれども、その時にですね、一番困るものなんでしょうってお話になった時に、それは新鮮なお野菜ですよねという話題になったんです。確かにそうですよね。例えばキャベツですとかレタスなどの葉物類、こういったお野菜というのは長期保存が難しいですよね。でも自分自身、そして家族の食生活や健康を考えると、お野菜って欠かせません。そして何より、今こういった大変な状況下の中で免疫力を高めるためにも食生活とても大事です。なので、その新鮮なお野菜の代わりになってくれるもの、それが日本古来の先人の知恵がギュッと詰まった保存食。この保存食についてお伝えしていきます。はい、では今から実際に、私が自宅に備蓄している食材のうち、お野菜類についてご紹介していきます。まずこちらから、切り干し大根です。こちらはですね、歴史が古くて江戸時代から食べられています。もうまさに先人の知恵ですよね。でこちらは生の大根に比べると、この天日干しすることで、まず鉄分が3倍、食物繊維が4倍、そしてカルシウムが5倍というね、もう大幅に栄養がアップするという優れた保存食です。なので、こう例えば生野菜をですね、大量に食べるよりもですよ、この切り干し大根を少量取ることで栄養が補えるという、もうまさにこの優れた保存食というわけです。でまたミネラルですね。ミネラルの中でも最も大切と言われているマグネシウムも豊富です。でマグネシウム、これは骨や歯を作る成分です。でまた腸内の水分調整も行ってくれますから、もうまさに免疫力にも大きく貢献してくれる食材となりますよね。もう私もこちら大好きです。こういった天日干ししているものというのは、もうギュッと栄養価が詰まっていますから、少量でいいですよということです。で例えばこの他にも、こちらですね、2番目、私大分県民ですけれども、大分県民が誇る食材しいたけの干ししいたけです。でこの干ししいたけもですね、まずビタミン D がとっても豊富なんですよ。でこのビタミン D というのは、この精神安定につながるんですね。なのでこういった今ストレスが強くかかっているこの環境にとって、ビタミン D を取ってあげるというのはもうとっても大切です。またカルシウムの吸収も高めてくれるので、もうまさに今この大変な状態、大変な状況に対して、この干し椎茸でビタミン D が補えるということです。でビタミン D と言いますと、普段お魚に多く含まれているんですね。でまた日光浴をすると体内でこのビタミン D ができるんですけれども、例えば毎日魚を食べるですとか、毎日その日の光を浴びて外出するというのは今もなかなか難しいですよね。ですので
そういった点でもこの干し椎茸でビタミン D を上手に補ってあげると良いと思います。そしてこちらですね、干し野菜、こちら干しレンコンなんですけれども、私こちらも大好きで、このままちょっとこういいお塩をかけてですねいただくと、レンコンチップスとしてもいただくこともできますし、こちらももう干し天日干しですから、生のレンコンをいただくよりもギュッと栄養価が高くなっているということです。なので干し野菜は生野菜と比べるとその栄養価が高いという、少量でも大丈夫ですよということですね。そして次にご紹介するのはこちらです、こちら高野豆腐ですよね。高野豆腐もとっても優れた保存食です。こちらはですね、もともと和歌山県の高野山の僧侶によって、そのお寺にねいらっしゃる参拝者の方々の、宿泊施設で出されているとも伝えられています。でなんとこの高野豆腐ですね、生のその木綿豆腐に比べてそのタンパク質が7倍なんですよ。すごいですよね、7倍です。そしてその脂肪の代謝を促してくれる、大豆サポリンですとか、私たち女性にとってはとっても嬉しい女性ホルモンのエストロゲンです。このエストロゲンに似た大豆イソフラボンであったり、また脳を活性化してくれるレシチン、そして老化予防に役立つビタミン E ですとか、その他、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、食物繊維などなどですね、もうこんなにこの高野豆腐一つの中で栄養がこうギュッと詰まってる食材なんです。でしかもですね、その白米と比べると糖質が20分の1で済む優れものです。ですから食べると満腹感も出ますし、肥満予防にも役立ちます。はい、では今お伝えした日本古来の保存食があれば、新型コロナウイルスの影響で今後外出ができなくなったとしても、あなたとそして大切なご家族の健康を守ることができます。ぜひお役立ていただいて備蓄されてくださいね。はい、また他にもですね、こちらです、ナッツですね。ナッツは鉄分やマグネシウムなどミネラルがとっても豊富なので、大量に食べる必要はありませんけれども、おやつですとかおつまみとして召し上がってもいいと思います。私もナッツ大好きです。はい、そして次にこちらです、海藻ですね。こちらは国内産の海藻サラダ、こう水で戻すタイプなんですけれども、こういったものですとか、あとこちらですね、ひじきです。これも天日干しで、ね、乾燥したもの、ひじきですね、海藻とかひじきですとか、あと私はこちらも、備蓄してます。こちらはですね、水戻しや水洗いが不要の便利です、便利なひじきのパックですね。こういった海藻はですね、もうミネラルや食物繊維がもうとっても豊富ですから、もうまさに腸内環境にも良いので、家族ご家族の健康、そしてご自身の健康を守ることができる、もう優れた食材です。はい、ではこちらです、国産大豆のドライパックですね。こちらドライパック状態になってますけれども、缶詰もありますよね、豆類缶詰もあると思います。そして大豆以外にもこちら黒豆でしたり、小豆ですね、小豆も大好きです。こういった豆類は
長期保存が効きますし、もうなんといってももうタンパク質、あとマグネシウムが豊富ですから、こちらも長期保存の備蓄食品としてはとってもおすすめです。はい、では今お伝えしました情報を活用していただいて、ぜひあなたの保存食のご準備にお役立てくださいね。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。